サカイズのさくみとももふみとチョキンとゆうたです。今日はですね iPhone を使います。ただ、この中に iPhone を持ってる人はいますか？手を挙げなさい。俺なら一人しかいない。そうお前かよ。すごい。だからそうなかなかこれできなかったの。絶対なかったんです。そうで何をやるかっていうと Siri ってやつがいるじゃん。あいつに量子乱数ジェネレーターっていう言うと数字がね出てくる。不特定でねもう適当なんでしょ言っちゃえば。要はあれでしょだからもう予想して書いて練習して一番遠かった人が罰ゲームみたいな。そうだから予想してこうポンポンポンまあ適当に数字も4人で書いていってその数字と量子乱数ジェネレーターそうで解いたら負けだからっていうゲームだから今日は平和にいこう。それをやってまあ近い人が勝ちで遠い人が負けでパーっていうなんかもう紹介みたいなやりたい。平和にいこう。今日でもそうはいかない。いや今日は平和にいこう。そうはいかない。まだいける。まだ編集でいける。編集は変えるな。なんと負けた人はデスソースをまあスプーンですねいってもらいます。やろうか。じゃあもうまず本当に練習しよう。どういうもんかをつかみたいでしょ2人も。でもう数字見られないように書いてる。じゃあ一斉に行きますか。いいよ。見えるかな。いくよせーの。はい、発表。たけみからちっちゃい。俺はね31。おーで俺が23。俺が21。俺41。みんな近い。みんな近い。なんで50秒いねえ。じゃあシリに量子乱数ジェネレーターって言って。量子乱数ジェネレーター。答えは18です。おあうえあれあそうか21か。21。だから1、2、3、4。だ俺が罰ゲームだ。いやゼロから。やらしい。ってことで本番に行こう。本番に行きましょう。これで負けた人が。サドンデスソースを言ってもらいますよ。オッケー。はい。じゃあせーので出しますか。はい。せーの。はい。1。61。69。すげえ。77。今度みんな高いな。お前ら言ってんだな。俺低かった高かった。近いね2人。仲良しだね。俺やっぱラッキーセブン行きたかった。じゃあもうどっちか。行こう。量子乱数ジェネレーター。答えは46です。え？俺じゃね？そうだね。で一番離れてるのは？俺じゃない46だろ。お前45でしょ。うん、行こう。ということで罰ゲームはたくみくんでーす。頑張れ。持ってきます。持ってきた。まバカだな。量子乱数ジェネレーター。いきますよ。こんぐらいかもね。お前それはない。ねえ多いって。すごい。やばい待って。始まった。あもう一口いこう。かぶっちゃう。あやばい。抜きしみがこもってる。もう一回やろう。地獄を誰かに捨てる。じゃあということで緊急でもう一度いきましょう。ラストせーの。はいこれ見てアンパイ何 50。 あずる。はい36。俺58。ちっちゃいね。63。はいまたみんなちけえな。おおすげえ。逆量子乱数ジェネレーター。来い。結果は54です。54。お、俺と同点だ。うわ、俺、まずやばくね。あ、待って、俺50何？ 54 ってことはもういいね。もうやったー。よかった、今めっちゃ焦った。おたまプレゼントでーす。ありがとう。デスソース好きだな。俺愛してるから、昔からやってるから。そうだよね、相方いない時からやってるから。一番ね、一番食べてるんだよ俺。いらっしゃい。うわ、結構いた。もうやだ。やばい。辛いの嫌いないそれ。